おっと、レアものだな。戦果は上々ってやつね。また榊のおっさんがはしゃぎそうだ。あとは早く人手が増えてくれるとありがたいんだけど。さあ帰りましょう。お腹空いちゃった。今日の配給何だったかしら。ん？何かこの前の食料会議で言ってたな。ああ、新しい品種のトウモロコシだ。またあのでかいトウモロコシ？あれ食べにくいんだよね。このご時世だ、食えるだけでありがたいと思えよ。ねえソーマ、何かと交換しない？断る。おいお前ら、置いてくぞ。支部長、照合中のデータベースから新型人機の適合候補者が見つかりました。そうか、名前は何という？早速適合試験を受けてもらうとしよう。長く待たせてすまない。さて、ようこそ人類最後の砦フェンリルへ。今から対荒神討伐部隊ゴッドイーターとしての適正試験を始める。少しリラックスしたまえ。その方がいい結果が出やすい。心の準備ができたら中央のケースの前に立ってくれ。予想より726秒も早い。よく来たね、新型くん。私はペーラー榊、荒神技術開発の統括責任者だ。以後君とはよく顔を合わせることになると思うけど、よろしく頼むよ。さてと、見ての通りまだ準備中なんだ。ヨハン、先に君の用事を済ませたらどうだい？榊博士、そろそろ講師のけじめを覚えていただきたい。適合テストではご苦労だった。私はヨハネス・フォン・シックザール。この地域のフェンリル支部を統括している。改めて適合おめでとう。君には期待しているよ。誰も元技術屋なんだよ。ヨハンも新型のメディカルチェックに興味津々なんだよね。あなたがいるから技術屋を廃業することにしたんだ。自覚したまえ。本当に廃業しちゃったのかい？さて、ここからが本題だ。我々フェンリルの目標を改めて説明しよう。君の直接の任務はここ
極東地域一帯の荒紙の撃退と素材の回収だが、それらは全てここ前線基地の維持と来るべきエイジス計画を成就するための資源となる。この数値は、エイジス計画とは簡単に言うと、この極東支部沖合旧日本海溝付近に荒神の脅威から完全に守られた楽園を作るという計画なんだ。ほほー、この計画が完遂されれば、少なくとも人類は当面の間絶滅の危機を遠ざけることができる。すごい、これが新型か。テイラー、説明への邪魔だ。あー、ごめんごめん、ちょっと予想以上の数値で舞い上がっちゃったんだ。ともあれ、人類の未来のためだ。尽力してくれ。じゃあ私は失礼するよ。ペイラー、あとはよろしく。終わったらデータを送っておいてくれ。よし、準備は完了だ。そこのベッドに横になって、少しの間眠くなると思うが心配しないでいいよ。次目が覚めるときは自分の部屋だ。戦士のつかぬ間の休息というやつだね。予定では1万800秒だ。ゆっくりお休み。あ、リンドさん、支部長が見かけたら顔を見せに来いと言っていましたよ。オーケー、見かけなかったことにしといてくれ。よーし、新入り、俺は天宮林道、形式上お前の上官に当たるが、まあ面倒くさい話は省略する。とりあえずとっとと背中を預けられるぐらいに育ってくれな。ああ、もしかして新しい人？ああ、今厳しい規律を叩き込んでるんだから、あっち行ってなさい、桜君。了解です、上官殿。とまあそういうわけでだ、早速お前には実戦に出てもらうが、今回の初戦の任務は俺が同行する。とう時間だ、そろそろ出発するぞ。任務完了です。お疲れ様でした。いい動きだったぞ、新入り。
美人にしちゃ上出来だ。さて、いきなりだけど、君は荒神ってどんな存在だと思う？人類の天敵、絶対の捕食者、世界を破壊するもの。まあこんなところかな。これらは認識としては間違ってない。むしろ目の前にある事象を素直に捉えられていると言えるだろうね。じゃあなぜ、どうやって荒神は発生したのかって考えたことあるかい？君たちも知っての通り、荒神はある日突然現れて爆発的に増殖した。そう、まるで進化の過程をすっ飛ばしたようにね。なあなあ、この講義なんか意味あんのかな？荒神の存在意義なんかどうでもよくね。そうかね。荒神には脳がない。心臓も脊髄すらありはしない。私たち人間は頭や胸を吹き飛ばせば死んじゃうけど、荒神はそんなことでは倒れない。荒神は考え捕食を行う一個の単細胞生物、オラクル細胞の集まり。そう、荒神は群体であって、それ自体が数万数十万の生物の集まりなのさ。そしてその強固でしなやかな細胞結合は、既存の通常兵器では全く破壊できないんだ。じゃあ君たちは荒神とどう戦えばいいんだろうね。それは人気でとにかく切ったり打ったり。そう、結論から言えば、同じオラクル細胞が埋め込まれた生体武器人気を使って荒神のオラクル細胞結合を断ち切るしかない。だがそれによって無産した細胞群もやがては再集合して新たな個体を形成するだろう。彼らの行動を司る司令細胞群コアを摘出するのが最善だけど、これはなかなか困難な作業なんだ。人気をもってしても我々には決定打がない。いつの間にか人々はこの絶対の存在を、ここ極東地域に伝わる矢をよろずの神に例えて荒神と呼ぶようになったのさ。さて、今日の講義はここまでとしよう。荒神についてはターミナルにあるノルンのデータベースを参照しておくこと。いいね。まず戦場で必要なのは状況把握だ。周囲を見回してみろ。次に進むぞ。正面を向け。次は戦場での移動についてだ。2箇所高台があるのが見えるか？登ってみろ。戦闘では高低差が有効になることもある。常にスタミナの消費を意識して行動しろ。戦闘中の息切れは命取りだ。では少し体を動かしてみろ。終了だ。次は戦い方について説明する。今お前が手にしているのは人気という荒神を攻撃できる唯一の武器だ。訓練用の波荒神だ。攻撃を始めろ。
はガンフォームに切り替えることもできる。ガンフォームに変形し訓練用荒神を攻撃してくる。特に問題はないな。警戒しないとな。今回は余裕がありましたね。